先月22日から28日までに報告された県内の新型コロナの感染者数は、1医療機関あたり2.04人で、前の週の0.75倍となり、4週連続で前の週を下回りました。今日時点の入院患者数は、前の週から25人減って100人となっていて、このうち重症者は2人です。